ランティア祭りに来てます。ちょっと待って、聞こえない、耳遠いんだよね。前の方にいるの今の人たちはもう入ってるから、うん、今日の子たちだから、うん、初めての子が多いのよ、うん、リト君とか、
このことだったのかと伝説を改めて思い起こし語り合った。大火のあった5月13日は立春稲荷の祭日となり、寺の守護神は花見防災の神として多くの参詣者でにぎわいを見せている。詩を音読します。二つの草金子みすず。小さい亀は仲良しでいつも約束してました。誰は人と一緒だよ。広い世界で出るときはけれど一人は望みでも他の一人は亀もなく、あとの一人が出たときは先の一人は飲みすぎた。聖火のこのつばめにさ秋の風がさやさやと右に左に振り向いて元の友達探してる。小さく咲いた足元の鬼越にさを尻を捨てて。梅干し作者不詳。2月3日の花の台うぐいす泣いた春の日も楽しい時も夢のうち5月6月になったれば枝からうぐい落とされて近所の町へ持ち出され何章何号あかりうぐい疲れ様でした。Yeah.